東福岡寺教館中学校、東福岡高等学校は、福岡県福岡市博多区東比江2丁目にある、学校法人東福岡学園が運営する、私立男子中学校、高等学校。全日政府通貨で、中高一貫教育と高等学校の外部募集を、平施こしている。近年スポーツの分野では、サッカー部、ラグビー部、 バレーボール部の活躍が一い。スクールカラーは緑。全国的には東福岡と地元では東と略されることが多い。2016年に公開された映画狼少女と国王氏』の撮影に使われた。努力に勝る天才なし、意志あるところ道あり一、誠実で責任感の強い人一、研究心旺盛で一芸一能に秀出た人一、 健康で明朗な一コースは入学時に決定。原則的に所属コースの変更が行われることはないが、本人の適性や進度に変更が認められれば考慮されている。分離別は第二学年新級時に決定する。また小学生制度が2007年度から改定された。サッカー部は1997年時には公式戦52戦無敗で、 史上初の高校三冠を達成した。ユニフォームの色から赤い水星と呼ばれる。三冠当時の監督は芝吉則で、コーチは寺西忠明。芝が優待後は、元アビスパ福岡の森重淳也が監督を務めている。世界、主要全国タイトルは、K9 会を誇る。野球部は1993年の全国高等学校野球選手権大会に、 1998年の選抜高等学校野球、全国高等学校ラグビーフットボール大会で上位進出を続ける競合に成長。第87回大会から第96回、大会までの10年間で6度の優勝、3度のベスト、4という圧倒的な結果を残している。2007年に行われた第87回大会で初の全国制覇を達成し、 2009年第89回大会、2010年第90回大会、2011年第91回大会と3連覇。国内公式戦80戦無敗とした。その後も連勝を続け、記録は83まで伸びた。サニックスワールドラグビーユース交流大会は2009年で3回目の準優勝を果たした。他の日本高校チームより多い準優勝数である。 高校日本代表を数多く輩出し、また、花園最多得点記録や花園決勝最多得点、最多得点差記録、花園100点試合最多勝利数等々の記録を持つ。2014年度2016年度には、全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会、7人制ラグビーのアシックスカップ全国高等学校7人制、ラグビーフットボール大会、 全国高等学校ラグビーフットボール大会の三冠を達成。全国高等学校ラグビーフットボール、大会全国高等学校選抜ラグビーフットボール、大会全国高等学校7人制、ラグビーフットボール大会ボクシング部は2003年に夏のインターハイ発制覇を果たした。バレーボール部は2014年度と2015年度に夏のインターハイと、 春高バレーで優勝し2冠を果たすなど、近年急激に競合チームの仲間入りをした。今まで獲得した全国タイトルは計10回である。バックスには、スクラムハーフおよびフライハーフ、スタンドオフのハーフバックを含む。ありがとうございます。